やった！ついに1000万貯まったぞ！これで老後も安泰だ！レシオタイム。俺の名前は金子ゆずる、45歳。今月も貯金はきっちり5万円。俺は金持ち、大金持ち。誰もが羨む大金持ち。手取りの月収25万のサラリーマンだが、この度貯金が1000万を突破した。いやー、20代の頃からコツコツ節約生活して貯めた甲斐があったよ。このままずっと毎月5万を貯めていけば老後も安泰。それにこの給料でここまで金を貯めてるやつもいないよな。そして目標が達成できると、それを自慢したくなるのが人の差が。俺は久しぶりに高校時代の友人の裏金と飲んだのだが、はあ、お前月20万の給料でそんなに貯金あるの？手取りで25万だよ。20万じゃないから。なんでだよ。俺は高校時代にちょっと就活サボっただけでフリーターまっしぐらなのに。まあ俺はお前と違って大学も出てるしな。それでもこの年でこの給料よ。でも努力すれば金は貯まるんだよ。なるほどな。なんかムカつくな。そうやって俺を羨ましがれ。はあ、俺もそれだけ金が欲しいよ。さぞかし気が楽なんだろうな。え、お前の貯金は？限りなくゼロに近い金額だよ。ああ、そう。そりゃ残念だ。そんな感じで裏金に1000万あることを自慢した俺だが、ごめん、手持ちの金がないわ。あとカードも忘れてきた。え、ちょっと待てよ。ちょっとさ、ここおごってくれない？1000万もあるならいいだろう。なあ？たく、仕方ないな。俺は仕方なく裏金の分の飲み代も支払うことに。それでことは終わったと思ったんだけど、この後にもう一軒行く？そうそう、いい子がいるお店があるんだよ。どうだ？でもお前金ないじゃん。なあ、いい子紹介するから今日はおごってくれよ。1000万もあるからいいだろう。なあ、それとも何？俺に自慢したのは自分が優越感で気持ちよくなりたいからか？いや、それはないけど。ならさ、いいだろう。そしてその店でも俺は、こいつ給料安いくせに1000万も貯金があるんだぜ。金子さんすごい。ボトル入れてくれると助かるな。そう。俺は数万の支払いを余儀なくされることに。そして数日後には、よう金子、ちょっと用事があってよ。どうしたんだよ。俺バイト先をクビになっちまって、金貸してくれない？ああ、バイトだって長く働いてれば雇用保険もらえるだろ。まあそうなんだけど、それだと遊びとか行けないじゃん。なあ、1000万も貯金あるんだからいいじゃん。10万ぐらいでいいからよ。お前とったら100分の1金がなくなるだけだろ。ふざけんな。金は貸さねえよ。あの野郎、俺にマウント取ったくせして断りやがって。今逃げてろよ。ああ鈴木、ちょっと知り合いのやつが金持ってるみたいでさ。お前って金融商品売ってたじゃん。そいつが投資とかにも興味あるのよ。だから紹介するわ。そうそう、1000万も持ってるの。きっといい金のなる木になるぜ。その後俺は裏金とは距離を置いていたが、ん？知らない電話番号から電話？誰だ？すみません、メシタネ証券の者です。新しい投資信託のご案内で今日はご連絡差し上げました。あの俺はそういうの興味ないんで。そうは言わず、お話だけでも。結構です。おいおい、俺の電話番号どっからバレたんだよ。あれか、裏金のやつか。そしてそれからというもの、不在着信が20件、みんな知らない電話番号だ。なんだよこれ、気持ち悪い。俺のところにはひっきりなしに不動産屋や投資信託の会社から電話が来るように。もう勘弁してくれよ。ブロックしてもブロックしてもかかってきやがる。あれ、どうしたんだい金子くん。眉間にシワなんて寄せてスマホ見て。
ああ、田島部長、実はちょっと金絡みの勧誘がすごくて。もしかして誰かにお金持ってるとか教えちゃったり。え、なんでわかるんですか。いや、俺もちょっと独身時代に経験があってね。え、部長も。そう、独身時代に小金が貯まったんで、友達数人に自慢したらな、あっという間にたかられるようになった。しかもそいつらが俺に金があることを知り合いのセールスマンに話すから、厄介な勧誘がすんごく来て大変だったよ。なるほど。まあお金を持っていて人に話すと知り合い経由で金融や不動産の営業がやってくる可能性があるから気をつけろよ。それは嫌ですね。俺も気をつけないと。それからそのことがきっかけで友人たちとの仲も険悪になってね。どうしてです。あ、俺も覚えがあるような。そう、金貸してくれやらおごることを強要されたり、さらには詐欺師を紹介されそうになって彼らとは距離を置くようになった。そしたらみんなして俺のことを切ってきたよ。それはさすがにひどいですね。人の金を当てにする方がおかしいのに。まあ常識のある人だったらその人にお金があると分かっていてもたかるようなことはしないだろうな。まあ人間関係にひびが入るからお金があることは人には言わない方がいいな。確かにあるあるですね。それからちょっといいものを身につけててもこれって危ないんだってさ。どういうことです。例えばさ、ブランドのいいカバンを仕事用で使ってるとするだろう。はい。それって俺は働いて金をすんごく持ってますってアピールしてるのと変わんない。確かにカバンの価値がわかる人から見たらそう見えますね。だからお金持ちは質素な格好をしてる人が多いなんて言われてる。普段から高いものは身につけないことが安全だな。なんかどんどんお金を持ってることを知らせない利点が分かっていきますね。あと妻と結婚して言われたことがあってな。何を言われたんですか。あいつこう言ったんだよ。いい？あなたは結構お給料もらってるけど、それは子供に言わないでね。お金があるから何でも買っていいって考えになっちゃうから。そんな極端なものか。とにかく子供にあなたのお給料は伝えません。あとうちに貯金があることもなるべく黙っておいてね。なるほど、子供たちが親のお金を当てにする場合もありますよね。小さい時はおもちゃを欲しがるぐらいだけど、これが大人になったら。そう、家のローンやら孫の教育資金、さらには自分たちの生活費までねだってくるかもしれん。そうなるとこっちの老後生活まで危うくなるからな。毒親ならぬ毒子に子供をしかねないと。まあそういうことだ。子供の将来のことを考えると、子供相手でもお金があることは言わない方がいいな。ブランド物と子供の部分以外はことごとく当てはまってます。俺、私もほぼ全てに当てはまってたよ。でも結婚して子供もできて、友達とのことや妻の言葉もあって理解したね。お金を持ってることはなるべく人に言わない方がいい。言ったとしてもごく一部の親しい人だけにしておくべきだ。まあ普通に家族とか配偶者ぐらいにしかお金のことなんて教えないですよね。俺も反省です。裏金は嫌なやつだけど、俺もマウント取るためにあいつに嫌なことしちまったな。それから俺は貯金の1000万を別の口座に移した。キャッシュカードも作ってないし、これで簡単には下ろせないと。もちろん今まで通り月5万の積立貯金は続けている。こちらもある程度貯まったら新しい口座に移すつもりだ。こうしておけば無駄に金も使わなくて済む。それに通帳を隠しとけば1000万も貯金があるってわからないしな。俺は両親にも1000万の貯金のことは話していない。俺に金があると知れば両親は俺を頼るかもしれない。それは両親のためにも良くないことだと思い、俺は秘密にしている。その代わり、ゆずる、大丈夫なのか温泉旅行なんて。あなたのお給料そんなに高くないでしょう。平気、この日のためにコツコツ金を貯めといたんだ。ははは、そりゃありがたいな。本当？ありがとうね。こうやって貯めた金で親孝行することにしたのだ。両親も将来的にお金に困ることだってあるだろう。そしたら貯めた金でできる限りのことをしてやりたい。ご視聴ありがとうございました。
チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。